い、というわけで本日は内山伝説さんにお邪魔しております。社長の内山さんにお話を伺いたいと思います。内山さん、本日はよろしくお願いします。早速なんですけれども、内山伝説さんというのはどのようなお仕事をされていらっしゃるんですか？住宅および店舗工場との電気の配線工事をやっております。また今節電ということで太陽光発電やエコ商品の販売施工をやらせていただいております。なるほど。で、今日はこの内山伝説さんであるイベントをやることになっていると思うんですけれども、その内容を教えてください。親子で打てるサバ打ち教室というものをやらさせていただきたいと思います。その目的っていうのは地域密着です。あ、なるほど。ぜひ地域の皆様方にですね、知っていただきたく、そう思いまして、こういうその親子で打てるサバ打ちっていうのを、計画させていただきました。では私も参加させていただきますので、よろしくお願いします。楽しみです。本日そば打ちを教えていただく井上先生です。井上先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速そば打ちにチャレンジしてみたいと思います。上手でしょ？小器用なんです私。楽しい。なんとなく四角。合わせて。
今から切る作業に突入します。意外とうまくできて満足です。前に押し、ちょっと倒す。押し切りだからね、押さないと切れないよ。どうしても太めになっちゃうな。ちょっとだけ、あの粉だったお蕎麦が、蕎麦粉がちゃんと蕎麦になってます。見てください、一本も結構長いんですね。はじめは太かったんですけど、だんだん、どうですか、ちゃんと切れてるでしょ。こっちはこっちは見なくていいです。じゃあ茹でて食べてみたいと思います。どうも、お疲れ様でした。今日はありがとうございました。